時刻は午後7時になりました。ここからは愛知県東海市にあるメディアス FM からお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週月曜日は名古屋吉本コンビ芸人きざめだかたがメディアス FM とリモートで結び生放送でお送りしていきます。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。はい、ということで改めましてきざめだかたの木本です。よろしくお願いします。桑田です。お願いします。お願いします、ね、お願いしますね。ということで第9回ということで5月最後の回ですね。あ、そうですね。いや早いですね、はい、本当にもう5月終わりますけども、はいはいはい、なんかありましたか？いやーちょっとね、今週ですか、はいはい、もう、はい、ボロボロでボロボロ、ちょっとね一人暮らししてるんで、うん、あのたまに料理とかをするんですけどね。あ、はい、ちょっとその料理とねちょっと相性が今週は良くなくてですね、はい、料理と相性が悪くて、まあ、料理というか、まあ、その、うん、まあ、作った食べ物がめちゃめちゃまずかったとかではないんですけど、まあ、うまく作りまして、で例えば、うん、まあそ、うん、まあ、例えば麻婆豆腐作ったとします。でもズボラなんで、もうまあそのフライパンごと、まあその食卓っていうかコンロから机に持ってくときに、フライパンなんでその鍋敷きをとりあえずまあ机に敷かないといけないじゃないですか。まあ、直接置くのもね、はい、あれなんで、うん、でその鍋敷きが、まあ、ここもズボラなんですけど、うん、床に落ちてて、うん、まあ、前回使ったまま多分ポイってやったんですよ。でその鍋敷きを取ろうとかがむじゃないですか、うん、下に、下に落ちてるやつ、下に手を伸ばすと手に持ってるフライパンごと下に傾いてって、うんうん、え、ね、うん、麻婆豆腐が床に、うん、ぼちゃぼちゃぼちゃみたいな。で、その足のつま先に当たって気づくみたいな。うん、あっ、何熱そう、うん。麻婆豆腐やん、みたいな。いや、もう、ちょっとそういうミスが多くて、まあ、そのね、次もあったんですけど、うん、まあ別の日なんですけど、うん、まあ米を炊いて、で、なんか、まあ茶碗にね、米を盛り付けて、うん、で食べきりました、うん、でおかわりしたいなと思って、うん、で茶碗に継ごうかなと思ってたんですけど、うん、あの、うん、僕食べてる時、飯食ってる時スマホで、まあ、なんか動画、まあ、YouTube とか見ながら食ってるんですけど、うん、なんでか分からんけどその、うん、YouTube の画面、まあ、ちょっといいシーンだったから、まあ、ちょっと見続けたいなっていう気持ちと、うん、でも、うん、その米が食べたいという気持ちがせめぎ合って、ああ、どっちもね。なんでか分からんけど、そのスマホを持ったまま、画面を見続けて、うん、で、その、うん、あれ、炊飯器をパクってあげて、スマホの上に米を盛り付けて、で、戻って、で、やっと空の茶碗を見て、うわ、何してんだ俺ってなる。ちょっとね、なんかそういう食べ物系のミスが、なんか、多くて、ちょっとなんか先々週もなんかさ、このラジオでちょっとぼーっとしちゃってみたいな言ってたやん。まあそれはなんかその、まあ、うん、いわゆる5月病的な感じ、あ、その体調とかじゃないんよな、このミスの原因は。なんでか知らんけど、ちょっとね、なんかそのまあ食べ物ね、無駄にしたっていうか、なんかちょっとそういう系が多くて、うん、ちょっとね、本当に申し訳ないという気持ちにね、なってますね。食べ物に対してね。ちょっとね、もう、これっきりで、もう同じミスはね、しないんでね。あ、そうね。いや、でも、気持ちが分かった。その、スマホを持ってて、例えば、その、コップに継いだコーラとかを持ってって、うん、で、スマホをベッドにポイって投げようと思ったら、間違えてそのコーラのコップをポイって投げちゃったみたいな。ベッドに。ああ、なんかよくみたいなのは、そうそう、たまに聞いてて、うん、え、そんなわけないやん、みたいな。ずっとそういう人たちのことを、まあね、内心バカにしてたんですけど、もうちょっと僕もそっち側になったんで、うん、もう気持ちがやっとわかりました。ああ、なるほどね。俺も結構そのちょいミスが多いタイプなんだけど、もちろん、もちろん。もちろん、もちろん。ここの同意はちょっといらないんですけど、
なんかちっちゃい頃にそのトイレでも結構携帯ゲーム機をするタイプの子供でして、はいはいはい、生意気ですね。1回だけ、うん、なんかいらんな、1回だけその携帯ゲーム機を、はい、トイレットペーパーと間違えてトイレに落としたことがあります。あ、びっくりした。ちょ、あのでもな、出る前したわ、あのそのスタートする前のその綺麗なお水にポチョリンチョンっていう、びっくりした。あ、そっちか、びっくりした。本当にそのスマートフォンで変な話、そのお尻を拭いたのかと思ったわ今。あ、いや違う、びっくりしたわ今。なんか手滑ってトイレポチョリン、話していいライン超えてきたのかと思ってわ。びっくりした。じゃあ分かってる、さすがにそれでそれを拭くとかはなかったからっていうことが一回あったんで、まあ、ちょっうっかりミスってやっぱ誰でもありますよね。みんな思ったんじゃないかな今。俺が先を見すぎてた。お前のその勘が良すぎて多分良くない方向に働いただけだと思う。びっくりした。絶対そう。エピソードなさすぎて本当にダメなとこから持ってきたんかと思った。喋っちゃダメなとこから。びっくりしましたけれども、まあ。ね、皆さん、はい、うっかりミスには気をつけてください。気をつけていきましょう本当に。はい。ということで番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。今日のメッセージテーマはついつい買っちゃう〇〇味ある？やっぱ抹茶ですよね？です。はい、いやちょっとね、やっぱ食べ物の話が続きますが、そうです ね、 ね、ちょっとね、うん、秋の味覚フェアとかあるじゃないですか。まあそのなんか何々味みたいな、期間限定みたいな、いっぱいある。僕あんま買わないタイプなんですよ、うん、まあ、ちょっといつもの味を買っちゃうみたいなね。あ、なんでちょっとそういうのを買う方たちは普段、まあ、何を買ってるのかなっていうのを知りたいと思って、ちょっとこのね、テーマにさせてもらいます。ちょっと教えてもらえればなと思っております。はい、これ抹茶ですよねっていうことは、はい、抹茶が好きなんですか？買うとしたら抹茶かな。まあ王道かなと思って、ちょっとまあ例題みたいな感じで出させてもらいましたけれども。なるほど、めちゃめちゃ、はい、皆さんのねちょっと味知りたいですということで、はい、メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、またはメディアス FM 専用のアプリからもお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからよろしくお願いします。そして今日の番組の告知もメディアス FM の X にアップしていますので、メディアス FM の X のフォローもよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではここで一曲、マカロニ鉛筆でネクタリン。愛知県東海市にあるメディアス FM とリモートで結び、生放送でお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ、名古屋吉本コンビ芸人きざめだかたがこの後午後7時30分までお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、では皆さんから送られてきたメッセージをご紹介していきたいと思います。はい、今日のメッセージテーマはついつい買っちゃう〇〇味ってある？やっぱ抹茶ですよね、です。はい、ということで早速メッセージをいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオネーム丸出しまみこさん、だかたたち、おきげだかた、ついつい買っちゃう〇〇味ですか？ほうじ茶味、ほうちゃ味、抹茶味とかお茶味かな、あと桜味でも、たまにさくらんぼ味が紛れてるから騙される、ギャフン。ではおやすだかた、ズーズーズー、すやすやすや、ズーズーズー、眠い眠い、ズーズーズーとのことでした。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。ごきげだかた、ごきげだかた、ありがとうございます。ごきげだかた、あ、刻めとね、ごきげでね、ちょっとうまいことかかってね、ありがとうございます、ね、出ましたね、これ。おやすだかた、ズーズーズー、すやすや、ズーズーズー、眠い眠い、ズーズー、もうすごいなんかね、ポケモンの最終進化みたいなね、どんどんカスタマイズされてってありがたいですね、本当に。ありがたいですね、これ最終回どうなるかめちゃめちゃ楽しみになってきましたね。お、確かに、どんだけ長いんやろ。期待しちゃいますね、これね。あら、期待なかったっつってね。ね、本当に ね、最後のテーマね、うん、はい、なんかどんなすやすやが好きみたいなテーマにしちゃおうかなって、ね、思いましたけれども。まみこさんのみのお題になりますね。そしたらということで、いや、いいっすね、お茶味ね、抹茶味、ほうじ茶と、ね、抹茶王道というか、うん、なんかこの並び聞いたらね、なんかバームクーヘンとかそういうのをちょっと想像しましたけど、確かに確かに絶対うまいよね、このお茶系のねやつはね。ね、
あとあの、この桜味ってさ、やっぱたまになんか、いろいろ見るんだけどさ、いまいち何味か分かってないんだよね、この桜味って。まあなんか、色なのかなと思ってるけどね、なんとなく。なんか、ピンク色みたいな。甘くて、なんかちょっと優しい味みたいな。そう、想像できるけど、確かに何味と言われたらみたいなところはね。むずいよね、この桜味。確かに、さくらんぼ味がたまに紛れてるから、ああ、確かにあるあるかもね、これは。あるある。確かに、俺もギャフンって言っちゃうわ、さくらんぼ味だったら。そこもあるあるなの、うん、ギャフンは言わないけどな。言いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。まだまだいただいております。ラジオネームコンドルさんからいただきました。はい、刻めた方のお二人、こんばんは。ついつい買っちゃう丸々味といえばいちご味やソーダ味や抹茶味ですね、うん、ということでありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。抹茶続きますね。やっぱ王道ですかね、うん、なんかその期間限定というかちょっと変わったのを出すみたいなイメージは。チョコレート系のお菓子でもなんかやっぱ変えてくるといえば、うん、なんか抹茶みたいなねイメージは。確かにやっぱあるな。ソーダ味も結構好きだな。ソーダ味はこれグミとかになるのかな。あ、そう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 、はいはいはい、なんかちょっとシュワついて、はい、あ、なんかパッケージは青いみたいなイメージであるやつね。はいはいはい、結構確かに。いちご味もやっぱね、そう、まあグミとかキャンディー、ね、結構王道ですよね。うん、確かいちご味結構なんか マストっていうか、なんていうのかな、普通常時ラインナップみたいなね、うん、イメージはあるけどね。そうそうそう、これ俺の偏見なのかもしんないんだけどさ。あら、気をつけてくださいよ。そんなやばいことは言わない。やば、何この振り。違う違う、そんなやばいことは言わない。危なかったらだからちょっとやめてよ。ちょっと危なかったらしいけど。何何、いちご味とさ、ストロベリー味ってあるやん、はい、なんか同じはずなんだけど、はい、なんとなく、はい、ストロベリー味の方がなんか甘みが強いことってありますよね。そうなん。あれ、知らんな。あれ、あるあるじゃないの、これ。なんか、知らんな。ストロベリーの方がなんか味濃くて甘くてうまいみたいな。もっといいの出そうか。え、みかん味とオレンジ味、うん。オレンジ味の方が酸味強い。こっちの方がなんか酸味、なんかみかんの方が甘さジューシー、まあオレンジちょっとまあなんか外国産みたいなのちょっと酸味ジュベースみたいなイメージはあるけど、か確かにみかんの方が甘いイメージある。うん、そうそうそう、みかんって聞くと甘い方をねイメージしちゃう。うん、こういうのなんか実は決まりとかあるんかな。名前にある程度甘かったらイチゴで表記みたいな。そう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 、確かにね。まあでもかき氷のいちご味とかね、あれはなんか色が違うだけみたいなよくね言うけどね。あ、シロップのあれね、みんな言うけど、俺はみんな言う、絶対に色だけじゃないと思うけどな、あれ。まあ俺も絶対に味違うってあれ、うん、ということで、ね、どんどん行きたいと思います。はい、ラジオネーム南下陽一さん、ありがとうございます。桑田さん、木本さん、こんばんは。今週もお疲れ様でございます。今日のテーマのついつい買っちゃう丸々味ってある？やっぱ抹茶味ですよね。ですが、ズバリその抹茶味です。あら、加えて西尾さん、うわ、西尾さんとつくと余計に買う気になってしまいますね、うん、最近コンビニスイーツでも抹茶のエクレアとかもあって毎日食べてます。さすがテーマいいところついてますね。それでは今週も楽しみにしていますよ、とのことでした。ありがとうございます。やっぱ抹茶か。ここまで来るとなんか忖度されてる気持ちになるんですよね、うん、なんかもうやっぱ抹茶味ですよねってちょっとなんか言っちゃってるから、この例題が悪い方向で働いてるな、なんか出しとかなかんみたいなちょっと、ね、感じになってしまってますけど、ね、いや本当にありがとうございますね。でもなんか陽一さんは西尾さんの抹茶ってつくと確かに気になるっていうことなんで。西尾さんの抹茶どなんかブランドなん、うん、それはなんかあれか、あ、そうそう、あの宇治みたいな、西尾氏が、そう、うん、まあ地域で愛知県西尾市がね抹茶で有名だから。へえ、それでね、知らない。へえ、あれ、これめっちゃ常識的な、みんな知ってる。確かにね、小学生の時ね、なんか、うん、社会の授業で、ね、やった気はしますけれども、その時にはやった気はしませんけども、ね、なんかよく聞きますよね、まあ、でも確かに、なんか京都の抹茶とかなんか地名つくとやっぱり
さらに美味しく感じますよね。確かにワンランクねちょっと上がってる感じはねするね、する、しかもテーマも褒められていただきました。ありがとうございますね。本当に ね、いいテーマついてきますね、ということでね、本当にね、ありがとうございます。本当に ね、今度ね一緒ね飲みに行きましょうということで。ああ、これきっかけで珍しい。ありがとうございますね、本当に。ありがとうございます。まあ、来週のテーマもね期待していてください。あ、そうですね。期待しておいてもらって。はい。では皆さんメールありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではここで一曲。内首獄門同好会でなぜ今日天気が悪い。愛知県東海市にあるメディアスFMとリモートで結び生放送でお届けしてきましたビートアラウンド834サテライトフラッシュ。名古屋吉本コンビ芸人刻めだかたがお送りしてきましたが、そろそろお別れのお時間となりました。はい。ということで僕たちの今後の予定としては6月2日の日曜日に大須にありますライブハウス静かの海、こちらで名古屋吉本若手ネタバトルと腕試しというライブがありますので、よければ詳しくは僕らの SNS を見てください。お願いします。はい、やっと出ましたね情報がやっとですね。先週全然出てなかったからね。こんなに出ないですね。ぜひよろしくお願いします、はい、お願いします。なお今日の放送はメディアス FM の YouTube チャンネルにアーカイブとしてアップされます。メディアス FM YouTube で検索してぜひチェックしてみてください。はい、ということで滑り込みでね、はいはい、メッセージが届いたのでこちらを読んでいきたいと思います。ラジオネームなおみさん、桑田さん、木本さん、こんばんは。今日のメッセージテーマですが、その食べ物にもよるけどチョコ味や塩味とかがよく食べたりしますね、とのことです。なるほど、確かにアイスクリームとかですかね、チョコ味、ね、まあ、塩味は、まあ、焼き肉ですかね、タレか塩かみたいなことですかね。確かになんか塩レモンとかもね飴だとあったりしますけど、あ、夏とかにね、なるほど、食べるような。夏はね確かにいいよね塩味。確かに、あら、この方は抹茶ではないということでありがたいですね本当に。いや確かにね、これがちゃんとしたね、まあまあ、抹茶が3人続いたのがびっくりですからね。ね、嬉しかったですね。確かにわかるけど、はい、ありがとうございます、さて来週のメッセージテーマですが、テーマは、上半期にやったことできたことを教えてほしいのらです、メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、またメディアス FM 専用のアプリからもお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからよろしくお願いします、ということで。よろしくお願いします、ね、ね、もう6月ですからね、ほちいの上半期にやったことをね、はい、教えていただければと思っておりますね。そこじゃなくてその後半の教えてほっちいのら気になりすぎて、早いですね本当に。1年も半分ということで、ね、電学マン、ボボボボボボボ電学マンの皆様のねやったこと教えてほっちいのらということでよろしくお願いします。お願いします。はい、うん、それではこの後のメディアス FM は再び秋田さんのビートアラウンド834です。引き続きメディアス FM とともにお過ごしください。ここまでのお相手は名古屋吉本コンビ芸人刻めだかたでした。最後はこの曲でお別れ、ビーズでワープ。はい、ということでね、もう9回終わって、松本さんのねあのカバーアルバムがね2003年ぶりにね発表されました。そちらも聞いてほしい。よろしくお願いします。ではまた来週。ああ、めちゃめちゃ綺麗に締めてる。